え皆さんおはようございます。2023年え11月の10日え、金曜日、朝の4時43分ですね。ちょっと今日はむっちゃくちゃ早いんですけども、この後、あの、用事でですね、出ていきます。えー、宿舎にも長くいられないんでですね、えー、ご勘弁いただきたいと思います。えー、いつもあの、4つでやってるんですけども、えー、つまり、X と、それから Facebook、ニコ生と、 そして YouTube。この4つでやってるんですけども、同時配信、ライブですね。今日は X のスペースだけということになりますんで、よろしくお願いいたします <laughs>、えー。録画でご覧の方も最後までよろしくお願いします。で、このところですね、あの、我が党の中も緊縮増税派が猛烈な勢いであの巻き返してんじゃないのって、 というメッセージをいっぱいいただきます。で、仲間、仲間の中には確かにね、昔の民主党に、えー、先祖返りしたかのように、消費税を減税したのは間違いだとか、あるいは、もっとひどいのになると、増税をいらしている者も,もいますが、まあ、もう正直言って、愚か者のそしりを免れないと思います。で、いい加減に学習しないと、 本当にあの、党がなくなるのは、それはねあの、民主党のようにあんなむちゃくちゃなことをやればなくなるんですよ。300以上あった議席が衆議院でですよ。あの50代になって、もう滅んだわけですねで。で、その滅んだものに学習しないとなると、あのもう絶対、この人たちには入れませんあの。せっかく国民の皆さんがですね、 あのこのに変わる政権を選択をされたところが、まあ、財務省におだてられたのか何なのかわからないけども、えー、社会保障のと税の一体改革とか言ってですねそしてとんでもない最もその小さな方々立場の弱い方々あるいは所得の低い方々を最も苦しめる 税でもって社会保障をやると。そんなの定義違反なんですね。定義違反だし、あの、倫理、倫理に戻ることでありますね。で、えっと、僕は、西田昌司さんに、えー、議論しようじゃないかと。あの、挑戦状をいただいてですね。で、西田、えー、さんの、週刊西田っていうのかな。そこで、あの、 討論をししてきましたですねで、まあ、その一つ一つどうぞそれは l i s さんのチャンネルをご覧いただければと思うんですけどもあえて言うと今ちょうど今日もそうですけども委員会質疑をして政府自民党の議員ですらまあ議員ですらって言ったら大変失礼な言い方だけど他にあに表現のしようがないで で、まあ、勘弁してほしいんですけど、この国会で、その自民党の議員ですら、消費税減税を政府に迫ってるんですね。経済やが分かって、そしてその、うん、国民の今の窮状が分かればですね、それ以外の選択肢はないっていうのは、あの、自明だと思うんですね。で、私たちももういち早く立憲民主党は、 消費税を5%に減税して、前の総選挙の、2年前の総選挙、前ですね。で、インボイスを廃止するという法案を、あの、総選挙の時にも言ってるし、それからインボイスの廃止についても強く言って、僕もずっと言い続けてきてるわけですで、それを、あの、翻すとなったら、もう、今の岸田内閣と連立した方がいいんじゃないですか。 僕はそこにはもう絶対組みしないですね。もう冗談じゃない。あの、で、これも、あの、今言ったのは青山議員ですね。青山茂春議員が国会で、あの、参議院の、これは何委員会かな財務金融委員会でしょうね。いや、経産委員会ですね。経済産業委員会ですね。だって大臣が、あの、西村、 大臣が答弁してますからねあの経済産業委員会で質疑をしてますねできのはその今申し上げた西田昌二議員があの財務金融委員会で質問してますで仲間に言いたいのは自民党にもこういうその正しい貨幣感財政感を持った議員が少なくないってことです で、さっきの動画で申し上げましたけども、自民党が弱体化してるのは、優れた議員というか、まあ普通だと思うんですけどね、こう,こういう考え方をするのが、議員ではなくて、ろくでもない議員が、なぜか閣僚はじめ要職についてるんですね。で、消費税は日本弱体化装置ですけども、自民党弱体化装置は、の一つは、 大変あの多党に失礼な言い方になりますし、僕も30年前は自民党なんで、自民党の弱体化装置はこの派閥リり人事なんですよね。どうひきめに見ても、この岸田内閣はもうこれで終わりだと思います。この人たちに解散をする力もな,なければ何もないと思うんですね。でも、他方でこっちも終わってるっていうふうに思われてる。 仲間の中に、今申し上げたような、前の民主党、あの、新自由主義者が紛れ込んでたんですよね。それから、緊縮が紛れ込んでいた。この紛れ込んでいたあの民主党に、まあ、それはもう役所は応援しますよね。応援するんで、一定以上必ず出てくるんですよね。で、僕も財務金融委員会が長いけど、そういう人って、あの財務金融委員会にずっといた人じゃないんですよ。あの、 まともに議論すると全然議論にならないような人がいたりしてですね。すいませんね。仲間にこんなこと言うのは本当にあの、いい加減に腹に据えかねてるからで、ね、あの、民主党の中にこの先祖返りしたかのような消費税、えー、増税を言い出してるってもうありえないですね。で、責任政党は消費税増税なんか言いません。今、あの財務金融委員会に、えー あ財務、金融の,あの調査室に、えー、質問収書を作ってる。まあ、各、えー、質問収書を作ってもそれが出来上がってきたんで、明日その中身について説明しますが、これ連合にもしょっちゅう言ってるんですよ。皆さんは安定的な雇用と賃金の上昇を目指してますねと。ところがその、この消費税はそれに資,し資する税ですかと。 この問いに答えを返してくださいとあ。皆さんがやっておられる労働運動、一人一人の労働者を守り、ワーク・ライフ・バランスですね、今あの、就職の基準も全然変わってきたんですねあの。自分の能力を生かせるとか、あるいは給料がいいとか、えー、世間的にあの安定してるとか。 あ,あるいは名のある企業だとか、そんなので、あのー、今の学生さんたちは、えー、企業を選んでないっていうんですね。で、なんで選んでるのって聞いたら、まさにワーク・ライフ・バランス、えー。自分が人間として人間らしい生き方、働き方ができる。それを求めてやると。で消費税を入れてですね、そういう企業になりますか なら,んでしょならないはずなんですよ。それはあの毎回言ってるんですが、非正規であればあるほど、ぜあの税額控除どうなります、まあ、この税額控除っていう言葉を使っても分かんない人は、もう消費税について喋んないでほしいですね。大変、それ,なそれあの一般の国民に対して言ってるんじゃないですよ。同じ国会議員に対して言ってるんです。 原口さん国会議員に冷たいよねって当たり前です。原口さん国会議員に厳しいよねって他の国民の皆さんには優しいのになんでそんなに区別すんのっていうか、いや国会議員がバカだと日本が滅ぶからです。当たり前です。で、しかも同じ国会議員でございますってって威張って、ととを組んで力を持つと政策が歪んで、もう実際に歪んでるわけです。こんだけ30年も。 日本が衰退に衰,衰退を重ね、もう先進国からあの落ちる直前なんですよね。で、さっきの責任政党であれば、消費税はなくすって言わないとだめなんですね。それでもであの党、党っていうかな、野党の方を見てると、今の岸田内閣だったら、まあ、選挙でね、30とか40とか50は勝てるよぐらいにしか思ってないように見えてしまうんですよ。 内部批判で申し訳ないですね、でも、もしね、岸田内閣だったら選挙に勝てると、高をくくってるとしたら、まあバカ丸出しだと、うん、そういうそしり、愚か者のそしりを免れないんですよ、うん。なんとなれば、西田正治議員や青山議員のような議員も自民党には残ってるんです。で 僕が日本の未来を作る勉強会っていうのをあのやってた時に、えっと、安藤さんでしたね安藤博さんが日本の未来を考える勉強会っていうのをなさっていてそこの議論は僕らがやってる議論と非常によく似ていたんですよねで安藤さんがあの自民党を出られてその回どうなったのかちょっと僕は分かんないけどもあの 積極財政のっっててままだ残ってますよ、ね、でむしろその人たちの,あの圧力をかわすために岸田内閣っていうのは見せかけの GDP ギャップを埋めてるんですよねこの間あの自民党の世耕議員が参議院の本会議の代表質問で、まあ、岸田さんを徹底的にあれはあのエールだと本人は言ってるけど追い詰める質問をしましたね。 あれって野党の最低ラインの質問ですよ。野党からするとね、あれを自民党にあのお株を持っていかれるなんていうのはありえないと僕は思うんですね。で、話を元に戻すと、実際にですね、政権を失うとなれば、自民党は僕も自分が言ったから思うんだけど、いい意味でも悪い意味でもアメーバみたいな政党なんですよね。 そんなに思えない。あの、自社55年体制の時にも、社会党さんが言うことを自民党が、さんが、その、アメーバのように、こう、吸収していくんですよね。で、吸収しないのは何かっていうと、まあ、いわゆる占領国への傀来。ここは動かせないんですよ。ここは。まさに従属政党、傀来政党。 じゃないかなって僕はその時思っても、これはもうこんなとこいたらダメだと思ったんですね。でもそれ以外はですね、結構アメーバーみたいに上書きしてくるんですよね。あるいはそのカメレオンのように姿や色を変えて生き残っていくわけですね。そういう意味じゃものすごくしたたかなんですよ。だからまあこのままね、行けば50議席、いやもっと言うと政権転落するともう二度とあの民主党、 のようなな悪夢を見たくないと思えばですね彼らは簡単に消費税減税って言いますよ。でその時にもうあのアホ丸出しの財政官とアホ丸出しのその何、うん、て言うかなつつ貨幣官であの財務省におだてられたのかなんか知らないけど越に行って。 いいいるる人がもしこっちにいたとすすじゃないですかそれはもうひとたまりなくて100年経っても政権交代しません、まあ別にね100年経っても政権交代しなくていいっていうんだったらもうどうぞ続けてほしいしあの党がどうなろうが関係ないっていうんだったら言えばいいんですけどもそれじゃ日本の国民の生活が成り立たないんです。 日本が成り立たないんですよ。ということは、そういうことを言ってる人は国民の敵っていう話になるじゃないですか。で、いい加減に学習しましょうねって。で、今月末にあの日本の未来を作る勉強会、今ちょっと WCH のことに傍殺されているんで、あの日本の未来を作る勉強会のスケジューリングがうまくいかないんですけども、 11月30日に日本の未来を作る勉強会をやります。で、これは、あの、ある意味、世界再編をするいいチャンスなのかもわからないですね。あの、どうぞ、社会保障と税の一体改革にこだわる方々は、それを貫けばいいんですよ。でも、国民はもう、14年前とは全然違いますからね。消費税の正体がどんなものかということを、 国民主権者はお気づきですよね。14年前と同じことを言っているという、まあ、まさにあの情報がアップデートできない方々はですねあのその方々だけで政党をお作りになってそれであの自分たちはえ国の借金を後世に引き継がないのが責任ある政治だってずっと言い続けておられればいいと思うんですね。 あの、誰かの借金は誰かの資産であって、あの、赤字国債っていうのは国の借金ではないんですよね。利付きの円なんですよね。まあ、そんなことはずっと200回に及ぶ、あの、機能的財政論の中で一個一個申し上げてきたんですけども、それでも学習しないっていうんであれば、もうちょっとやっぱりやってられないですね。やってられないっていうか、あの、有権者の皆さんから、あの、 審判でに持たなないいいととうう意味ででやってられないと思うんですね僕は気長にあの皆さんが勉強していただくのを待ってますけどもしかしもうそれもいつまでもそんなことをやっていたら日本がもう立ち行かなくなってる立ち行かなくなってるそのことを申し上げてこの2番目のスペースを終えますあと3回やりたいんですけども ちょっと難しくなってきました。えー、今日は、えー、この後、あの、宿舎を朝早くに出なきゃいけないでですね、あの、スペースだけでやらせていただいています。朝早くからご協力いただいてありがとうございます。えー、録音や録画で、えっ、ー、と、ニコ生や、えー、Facebook、それから、えっ、ー、と、YouTube は今日はライブを朝やりません。えー、録画で、えー あるいは録音でご覧になってる、お聴きいただいている方々にも最後まで聞いていただいてありがとうございます。じゃあごきげんよう、ご敬意を。